国民民主党さんと都民ファーストさんの合流に関して、これは国体または国体ベースで何かそういう情報が入っているかという、そういうことですかえ、特に、はい、そういうことはまずないですね、まず私たち少数制度ということで、えー、大体国体委員長会議というのは与野党でやったりするんですけども、そこにすら呼ばれない状態ですので、ここに関してはちょっと私も意見を申し述べていきたいなと、ちょっとご相談ベースでしっかりと。 立憲民主党さんに野党第一党の立民さんに意見を申し述べていきたいなと思っていますなぜかというと有志の解散呼ばれないの分かるんですある五人の要するに寄せ集めというか政党としてではないので私たちは一応五人以上の公のもう政党になってますので国対委員長が与野党 国対委員長会議に呼ばれないというのはちょっといかがなものかなと思ってますので私なりにその辺はあのしっかりと意見を申していきたいと思ってますけれどもそのベースではその国民民主党とトミ民ファーストがあーという話は全く私は聞いていませんし皆さんと一緒にニュースベースの情報しか知れませんので申し訳ございません。